だよ左方向、これどこだよロンドン。大野に到着しました。ロンドンと一緒にロケをするプロジェクトがスタートしてますので、もう金安さんもアキラさんもいないですから一人でやるという話ですけど、今日は今ここ遠野、え、遠野って岩手県、秋田県、岩手県です。岩手県の遠野というところに来ていて、カミリチャンネルさんとのコラボの第2弾ですね。誰だ今喋ったの天の声が聞こえたぞ、はい、あれを見る、あ、本当だ、ようこそ遠野、すごい、あのようこそ遠野のとこ右で、もしもし、ようこそ遠野へのあたりです。まあ、上出先生かな、降りてそれで向かってますので、すいません、上出先生、上出先生です。はい、今から上出先生のいる遠野マウンテンビューステーブルさんに向かっています。上出先生のやっているエクアインベッドオーナーズという地方馬の共有馬主クラブの馬を見に行く、実際僕が共有している馬なんですけど、育成の様子とか見せてもらって、どんな感じであの馬は鍛えられていくのかっていうところをちょっと取材させていただきたいなということで頑張って向かってます。ホワイトアウトした雪の中を、はい、もうやんだけどね、盛岡怖かったね、盛岡から。すごいね、遠野といえばカッパなので、なんかカッパの看板みたいなのがありましたね、遠野なんとかカッパが自転車に。今から調教ピラブラスの足元サンダルだよ、もう今日もう雪がもうあのウィンターゲームお願いします。これですか、そうです、行きましょう。こう一応多分コマさん来たことないですね、ないんで、はい、一応はい、ですね、上出先生、今日はよろしく、あ、すみません、今日はよろしくお願いします。節約大全の小町と価格上位チャンネルの上出です。前一緒に玉を食うっていうので、やりました。ではそれでは今から去勢手術の方をやっていきたいと思います。男子はみんなこんなことない、キュンってなる、キュンってなる、あれですきついこれ、玉を、はい、まず処理していきたいと思います。超節約料理ですよね。いや本当ですよね、だって去勢した馬の、はい、玉を食すという、はい、いざ実食というわけで、金梨さんに一発目の刺身を行っていただこうかなと。俺が一発目か。上出先生、上出先生特製のお刺身から。うまいね。え、マジで、マジで。あとイクイノックスもおめでとうございます。クオカード持ってきたんだけど。あ、マジですか。養分をやってます。養分、あ、それで、はい、そういうことだったんですね。今日ここはどこですか。ここは岩手県遠野市にある遠野トレーニングセンターで、マウンテンビューステーブルさん、たまに僕動画やってるんですけども、はいはいはい、そちらに預けている GP クロスの2020、今仮でピラブロスっていう名前、はい、まだ決定じゃない、まだ決定、あの申請して、はい、それを見てる金梨先生にまた申請して受理されたらそれでいきます。よろしくお願いします。調教師さん、調教師さんです、はい、水沢の伊藤先生です。伊藤先生です。 YGG の方とかはおなじみの、あ、 YGG の馬とかも、ね、はい、岩手の伊藤先生で す, です、ね、はい、今日のリーディング3位です。3位、明白楽で、明白楽、いや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 、はい、迷う方ですそういうのやめてください。 笑い取るのやめてください勝手に。ピラブロス予託しますんで、はい、先生ちょっと一緒によろしくお願いします。先生初めて、そうですね、長距離見ますね。そうですね、ね、僕動画を送ってたんですけど、はい、実際見るのは初で、ね、はい、よかった、そんな機会に僕もご一緒できてありがとうございます。小松さん今日初で、そうです、僕も、はい、僕はあの共有させてもらって、今後ろ来ますよ、今ピラブロスが来るそうです。来たよ。すげえ。光栄になっちゃうよね。なんかわかんないけど。マスカチよくよく我慢しましたね。いい走りだ。や、柔らかいっすよ。ね、ちゃんと歯に取るようになるんですよ。そうですね。最初なんかあんま歯に取らずになんか伸びたような走りだったんですけど、うん、ちゃんと
ハンドなんで、まあ、どっちかというとこう前体重でこう乗るような感じでこう上がってるんで、はい、でも走りはいいと思います。すごい柔らかみあって、うん、ただちょっとこうまだ未出走なんで、うんうんうん、まあ、これから競馬使いながらこうトレーニングして、まあ、1本芯が通ってくればもっとしっかりしてくると思うので、自分も楽しみにしてます。楽しみです。おすすめされたんですよ、この馬。でも先生おすすめっていうのはなんかね、教えてもらいました、ね。はい、そうです。はい。僕も。何も僕情報なかったんで。共有してる馬なんですよ。あ、そうです。10%。10%。ね、買わせていただきました。僕も 10% です。あ、そうか。じゃあ一緒じゃないですか。一緒なんです、一緒なんです。はい。あの、視聴者の方も、共有者の方いる。あ、そうなんですか。そう、あの、ピラムロスの名付けの方。あ、なるほど、なるほど。なんか頑張りたいですね。そうですね。はい、馬良くなって、ほんと変わってきてるんで。良くなってるんですね。はい。今から下ってきますね。コットンズギフトさん、そんな感じで馬はいいそうですよ、かなり。冬場だとそこが雪で閉鎖しちゃってるんで、ハンドそのまま降りてくる。はい。ハンドいいっすね。ハンドいいっすね。冬場がこのぐらいの調教できるってやっぱり全然違いますね。スタートダッシュが、うん、今一回見たけどよく我慢しましたね。いや本当によくついてきましたね。ね、よく我慢したなと。なんか我慢できて、ダブンと全然まっすぐ。おーって一瞬見たけど、おー我慢したっつって。そうやったら春のも久々なんでしょ。超久々ですよ。もう一個行くからどうぞ。めっちゃ乗りやすいかな。やばい、マジ。やばい。高いやつ。20何万の。やっぱ違うんすか。違います。これは大事っすよね、先生。大事ですよ。やっぱり普段人が乗ってるし、負担かかる、かかる場所なんで、やっぱ背中とか。あの3頭は どういう3頭なんですか。前2頭は伊藤和宗先生のところの馬で、はい、一番後ろは船下の今日あの八幡平のジオファームさんから、はい、ミルクルホースファームさんから連れてきた馬なんです。あ、はい、ちょっと船下さん乗ってみたいっていうことで。それで船下さんが、はい、北東北だったらここしかないんですよね、こういう続きは。関東でもなかなかないですよね。ないですよね。いや、説はいいですよ。いや、すごい、本当になんか、びっくりするぐらい。もともと、牧場さん作ってたんですけど、今年夏撤退して。あ、そうなんですか。はい、北海道だけにしたんですよ。へぇー。今、トース集めていきましょうってと。ああ、なるほど。はい、じゃあ、ここを、設備、施設自体が維持できないんで、今までずっとここってクローズだったんですよ。うんうんうん、先生、ゆかりの馬たちばっかりでしたよね。あ、だから、あの、そうそうそう、方もいらっしゃる。はい、デビューどれぐらいとかあるんですか、予定。一応2月後半ぐらいに競馬場に移動して、でまだあのデビューしてない子なんで、はい、ゲット試験、うんうん、で能力試験を得てからなんで、おそらく、まあ、早くても3月末4月ぐらいからスタートしていければなっていう感じで、デビューまだ行きたいな。いや、まず無事そこなんですね、無事にデビューしてくれて、はい、まあ、走り的にも水沢の小回りより盛岡のこう大箱の方が合いそうなストライダーなんで、はい、ギチギチ詰めないで無理させないでデビューさせて、あの走り上がってきたらカメラ振ってくれるので、はい、こちらです、カメラチャンネルの方です、はい、カミちゃんの方で、カミちゃんの方にあのコメントを、はい、あんなに早く馬が走ってるところなかなか見れないね、ここで。そうすごいよね。まだ全然体力的に、はい、まだ全然見上がってないんで、相手は風間先生とかも、はい、基礎馬ですもんね。そうです、トレーニング積んでって一本芯が買うと入ってくれば、はい、もっと良くなってくると思います、ね、気持ちもそうですね、ああいう風に結構今日接近してバーンぶつかってましたけど、はい、大丈夫そうでしたね。そうですね、お楽しみあれ、はい、僕も楽しみです。楽しみです。小松さんも楽しみですね。僕も楽しみですここで結構こんな近く見たの初めて。初めて、もうこんな走ってるの初めて。競馬場に近いですもんね。全然近いですね。あれで、すごいですね。よくあれで、柔らかさと緩さの紙一重ですけど。ねえ。もう。すごいね。詐欺師みたいな調教師ですから、やばいですね。緩い分、その最後、まだ13で登りきらんけど、気持ちいけるようになると思う。多分今日一番頑張ったかもしれない。心肺か心臓が強いんだろう。落ち着いてるよね。最初やっぱり入りはやるとするときはあるんだけど、痛いっつって。でも抑えると普通まで収まるんで、それに関しては全然
好きなスローキャンターだとちょっとハミ受けてキャンターしてくれて、今日みたいにペース上がって1本目と2本目だったら2本目の方が前使って、うん、1本目ちょっとこっち側なんで、ゆっくりだったらちゃんと背中使えるようにはなってると思うので、乗りやすいかなとは思います。合わせるのかなりいい感じの合わせでしたね。接近したね。寄ってきたんだよ。寄ってきたんだよ。寄ってきたんだよ。そんなに攻めてるわーと思って。当たったもんね。当たったよね。やっていう感じ。いい子たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり今日も違いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。なんだこう、ゆるさの段階が分かっていいですね。あんまゆるくない。ちょっとゆるい。ゆるい。いや全然違うんですよ。段階減ってるからかなり分かりやすいですよ。ああ、そう、あの3頭で一番後ろの子がっていうのはなんとなく分かるんですけど、はい、前の2頭はもうあんまり分かんないですよ。もっとあいつ緩かったですけど、うんうん、だいぶ良くなって筋肉ついてきたんで、それを緩さをカバーしてる。北海道でこうその休養してた時もそんなにあのぎっちりは乗ってなかったんで、うん、はい、こうこっちでペースどんどん上がっていって良くなってきてる段階だと思います。楽しいです。ガリグラスね。ダービーグランプリ来た。ダービーグランプリですね。ダンブハイ。ダンブローで来ました。ダンブハイ行ってますからね、先生のパンプキンズで口取りしたんじゃない。で、パンプキンズあれはコスモロングソー。ああ、そっか。ロングソー。ロングソーで今、ナスでお利口に障害飛んでますよ。あ、ナスいるんですか。一回見ました、見ました。なんかの動画を。虚勢して正解みたいな。期待が膨らんできたよ。ダーグラって言ってた。ダービーグランプリ。ダーグラ。ダービーグランプリ、なくなるっていう。そう、なくなる。なくなる。そう。1600ダービー。2000。